ほーい、どもれです。今回ですね、こちらのグランドパーティーということで、まあやっていくわけなんですけど、まあ今回の編成としてはこんな形になってまして、まあ一応前回の編成と変わらない状況で、いこうかなと思ってます。いや、まあ前回が、まあね、15勝できるかどうかっていう瀬戸際で、まあ、結構ギリギリ負けちゃったよみたいな感じの結果だったんですけど、まあなんかこの編成に可能性はね、私はね、あると思うんですよね。うん。まあなのでちょっとこれでもう一回リベンジしたいなということで、まあこの編成をちょっと使っていこうかなと、考えてます。まあ他の編成もね、いろいろ試そうかなとも思っていますので、まあちょっとまた違う、動画でね、ちょっと違う編成を紹介したりとかするとは思うんですけど、まあ、実際に挑戦していくのはこの編成でちょっとやっていこうかなと思っていますので、まあ似たようなキャラ持ってるよって方はぜひともね参考にしていただけたら嬉しいなと思ってます。まあリーダーこちらのね、地属性ギアフィクスにさせていただきまして、まあこれを、中心にちょっと編成を組んでいるっていう形なんですけど、まあ地属性パと白色パと、力属性パということで、まあ結構今ね、その地属性パだったり、まあ自由パだったり白色パ、力属性パが結構今ぐんと上に来ている形にはなっているんですけど、まあ、ただちょっと技属性も個人的にはね結構強くなってきているかなと思いますので、今回のグランドパーティー結構技属性パ使う方結構いるんじゃないかなと思うんですよね。それこそ10周年ウソップであったりだとか、まあ、ロジャーとかエースとか、まあ、そこら辺ちょっと組み合わせればね結構強いと思いますし、まあ、プラスその耐久性のあるキットであったりだとか、まあ、他にもちょっと技属性パいると思うんですけど、まあ、そういうキャラであったりだとか、まあ、10周年波とかもね、まあ、ちょっと面白そうな性能持っていますんで、まあ、そこら辺と組み合わせてっていうのでもね、まあ、全然使えそうな感じもありますので、個人的にはそこら辺ちょっと使ってみたいなとは思ったんですけど、まあ、どれも持っていないということでね、まあ、ちょっとそれはできないというところになってますので、ちょっと皆さんもね、ぜひともそこら辺試してみてください。まあ、今回技属性パ結構来るとは思うんですよね。で、まあ、あとは、心属性パの耐久力アップであったりとか、まあ、白色の攻撃アップとかもありますので、まあ、継続して私は白色パをちょっと使っていこうかなと。まあ、あと打突が、速度15レベルアップということで、まあ、打突場ってあんまりいないですよね。ちょっと探してみたんですけど、打突で強そうなキャラってあんまり見かけないので、それこそあれですかね、ロジャー&ニューゲートがまあ、打突斬撃なんで、まあ斬撃パ使いつつ、打突で組むっていうのもありなのかな、みたいな、ぐらいですかね。で、まあ、あとは、まあ、地属性パの、日差しの溜まる速度ダウンがレベル5ついていたりだとか、まあ、力属性パの攻撃力ダウンとかいうのがあるので、まあ、今結構上がってきている力属性パとか、地属性パの、デバフが特別効果でついているみたいな形にはなってますね。まあでもそれが来たとしても、前回結構ねやはり力属性パだったりだとか地属性パはね全然強かったので、まあ今回ちょっとこの辺でやっていこうかなと思ってます。はい、ということでね、この方とやっていきましょう。まあちょっとお手並み拝見ということでやっていくわけなんですけど、まあ心属性パが一発目に来ているので、こちらの地属性パをちょっと当てつつ、まあ、やっていこうかなと、はい、思ってますね。で、まあ、最後は技属性なんで、こちらの力属性パー当てていけば、まあ、少なくとも2勝はできるかなということで、やっていきましょう。さあ、まあ、どうかな。一応、必殺技能の溜まる速度ダウンついているんですけど、まあ、それがうまいこと、はまる可能性もありますし、逆にやっぱ遅くなることで、うまいこと発動されないみたいなのもあるので、一旦これで試していかないとわかんないって形ですかね。まあ、心属性パー結構全開できているので、まあ、こちらの地属性パーちょっと当てつつみたいな形でいきたいですね。で、まあ、今回、心属性パーの、心属性のローいるじゃないですか。まあ、あれが超進化来ているので、またちょっと使う方増えてくるのかなと。まあ、ただちょっと見た感じ、そこまでね、強化されている感はなかったですよね。まあ、めちゃめちゃ強くなったみたいな性能ではなかったので、まあちょっとどうなのかなって感じではありますけどね。そこがどうなのかっていう、まあところにはなってしまうんですけど。うわ、結構タイミング悪いな、今回。まあ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 。まあまあ、ボニーが、いやでもボニーが来てもしょうがないな。まあただギアビフスがまだ来てないのが、まだ救いですね。
まあ、これ一応ボニーでロジャーとね、ね、ルフィの CT 下げれるので、まあ、これはありがたいですね。で、地属性ギアフィフス、OK。一旦退場ね。しかもギアフィフス退場してるのでかいね。OK、OK。ただ、戻ってきたら厄介だからね。その戻ってくる前にやはり処理していきたい。ここら辺は。さあ、まあ、とりあえずここで2体は飛ばせますね。うん。で、残りの5体が戻ってくるという形なので、ちょっと難しいよね、これね。まあ、ただまだ、どうなってる？なんだ？すごいすごい。バグってるのか？お、大丈夫か？オッケーオッケー。うわ、軽柄と、ノーランドですね。誰か来る。あ、いいね、ボニー。ナイス、ボニー。これ、ギアフィフス下がれ。いや、ギアフィフスにかけてほしかったけども。うわ、ギアフィフスいってほしかったな。まあ、ただ、ギアフィフス、くそ。まあ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 、まだいけるか。使ってくる？ここで、まさかの。あ、使ってこないならこっちも温存しとこうかな。はい。まあ、ここでギアフィフス使うから、これで飛ばせる。あと1体でしょ？これ、あ、バースト使ってくるか。いや、まあ、ここはもう様子見でいいか。これ飛ばすか。まあ、ちょっと無理だったね。まあまあ、でも。まあ、こっちでギアフィフス貯めてるので、いや、まあ、潰しちゃってもよかったんですけどね。倒しちゃってもよかったっていう感じはあるけど、まあまあ、しょうがない、これは。まあ、次、ちょっと見てなかったんですけど、次が何パーにかもよる感じですかね。次が何パーかっていうところなんですけど、ん？何パーだ、これ。10パーか？10パーか。なるほど。まあ、ここでどうするかっていう感じなんですけど、迷うよね、これね。まあ、もう一発目に決めちゃってもいいし、まあ、相手が必殺打つ前に打っちゃうって感じかな。まあ、波ロビンが必殺打ってくれると一番ありがたいんですけど、まあ、とりあえずこれ、こいつだけ打たせて、まあ、使っちゃうか、ここで。ここで使っちゃえば、退場させつつ、まあ、ナミ&カリーナで CT 下げてって、そうね、あとはもう削っていくって感じかな。 OKOK、はい、各、まあ、今のうちにちょっとね、邪魔なやつらを通していくっていう形なんですけど、退場があと3秒か。長いね。あ、長いっていうか短いね、ちょっとね。いやー、ここで使っちゃうのちょっともったいない感はあるんだよな。ただここで復活してくる。チョッパーいるから、あ、オッケー。いや、まあ先にね、できればね、使ってほしかったかな。オッケー。これギアフィフスで飛ばしていく。はい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 。まあ、あと1体ね。まあ、さすがにこれは勝てるかな。うん、オッケー、いけるね。まあ、大丈夫そうですね。いや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 、なかなか怖いところではありますけど、いや、でもまあこの編成ならね、まあ結構ね、上の方まで行けそうな感じはあるのでね。いや、前回が本当に惜しかったっていう感じなので、そこね、どうにか。いやー、悔しかったな、前回な。本当にあと1体ずつみたいな、もう激戦だったんですよ。いやー、久しぶりに全勝したいんですけどね。まだね、このグランドパーティー結構もう20何回ぐらいやってますけど、2回しかまだ15勝はいけてないんですよ。14勝とか13勝がやっぱ多いよね。まあ最終的にはなんか運っていうのもあるので、最後の方はそこがね、ちょっとね。さあ、いきますよ。まあまあ、力属性パもそれこそギアフィスが膝打っちゃえばもうこちらの勝ちみたいなところはあるので、それね、そこが打つまでがっていう、まあ、感じですかね。さあ、ジャック使っていく。で、まあ、こっちはね、もうギアフィフス一応船長にしてるので、相手からのダメージが来れば来るほどね、こちらにまあ膝打つ、バーストを打つことができるので、どちらでもいいんですよね。こっちがガツンとダメージ与えてもいいですし、こちらがガツンと与えられたとしても、まあちょっと逆転できたりみたいなのもあるので、
さあ、まああとはまあでも見た感じそこまでね、おお、なんかすごいダメージ食らったな。がっつり来るみたいなねキャラはいないので、それこそもうギアフィウス来たら勝ちかな。すごい飛ばされるな、6000とか。さあここで黒ひげ登場でギアフィウスね、うん、まあこれでとりあえず倒せるかな。オッケー、なかなかに。そしてオッケー、あと1体ゾロ重量ね。まあこれはまあ最悪バーンってきたとしても、こっちはあのギアフィウスがいるのでそれで倒すみたいなことができるんですよね。さあジャックで減らしつつ、また大丈夫かな。オッケー、まあ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 ちょっとこんな形でちょっとねやっていこうかなと思っていますので、まあ今度こそちょっと15勝を目指して頑張っていけたらなと思ってます。でまあ今後またちょっと編成違ったような編成もね、考えていきますので、まあそちらの方もね、ご視聴していただけるとありがたいなと思ってます。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。